こんにちは、マッピーホトのエリナです。今日はフォトショップで RGB を使ったアルファチャンネルでの切り抜き方法についてシェアしていこうと思います。今まで切り抜きについてはいくつか動画でアップしているのですが、写真によってだったり切り抜くものによって切り抜き方は違ってきます。で、今回は背景の色と被写体の色が全く違うことを前提とした切り抜き方です。背景の空が青で切り抜きたい被写体が青以外の色、例えば赤だったり色が被らない場合に使うことができます。で、このチャンネルでは主にフォトショップやライトルームについて基本から学べる動画をアップしています。役に立つじゃんと思った人はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではフォトショップでやっていこうと思います。一つ目のチャンネルでコントラストが強いものを選ぶをやっていきます。はい、今回はこちらの写真を使っていきます。こちらは自分で撮ったものなのですが、概要欄に URL を貼っておくので、練習したい人はぜひそちらからダウンロードしてみてください。ではまずチャンネルでこの写真の RGB、 つまり赤、緑、青がどれぐらい含まれているかというのを見ていきます。で、RGB が写真とどう関係するかというのは、 RGB とはの動画をチェックしてほしいのですが、もともとスクリーン上で写真などを見る場合はレッド、グリーン、ブルーの光によって見ることができます。なのでこの写真ももちろんレッド、グリーン、ブルーの光を放って1枚の写真として見えています。ではレイヤーの右側にあるチャンネルというところをクリックします。そうすると RGB、レッド、グリーン、ブルーとそれぞれ分かれて4枚並んでいます。で、ここで元の写真にどれぐらい赤が含まれているか、緑が含まれているか、青が含まれているかというのをレッドのチャンネル、グリーンのチャンネル、ブルーのチャンネルで表示してくれます。そしてそれぞれのレッド、グリーン、ブルーの量を白黒で示してくれます。例えば元が青い空のところを中心に見ていくとして、ブルーのチャンネルに行きます。そうするとここでいう空の部分が真っ白に見えます。これは青が一番多いというのを示してくれてるんです。そして逆に暗いところはというと青が少ないというのがわかります。で、この特徴を活かしてレッド、グリーン、ブルーのチャンネルの中から一番背景と切り抜きたいもののコントラストが激しいものを選んで、最終的にはレイヤーマスクとして使っていきます。では一つ一つ見ていこうと思います。レッドがこちらです。ちょっとズームしていって見てみると、この切り抜きたい木と背景となる空が、あんまり差がないので、これはちょっと微妙です。で、グリーンは結構コントラストがあるのですが、次のブルーも見ていこうと思います。ブルーを見てみるとこんな感じで、木は結構暗い色、そして空は真っ白という感じなので、今回はこのブルーにしたいと思います。ではこのブルーのチャンネルの範囲を選択したいので、コマンドを押しながらこのブルーのチャンネルの写真のところをクリックします。そうするとこのように選択されました。そしてそのまま右下のこのレイヤーマスクのアイコンをクリックします。そうするとこのようにアルファチャンネル1というのが出てきました。これを最後にはレイヤーマスクとして使っていくのですが、その前にもっとコントラストを強めてからつけていきたいので、今からコントラストをもっと強めていこうと思います。一旦コマンド D を押して点線を外しておきます。では2つ目のコントラストをより強めるをやっていきます。では先ほど作ったこのアルファチャンネル1のコントラストをより強めていきます。ではアルファチャンネル1をクリックしてから、上のイメージ、色調補正、そしてその中にあるトーンカーブを使っていきます。で、トーンカーブについてはこちらの動画で詳しくやっているので、細かく見たいという人はぜひそちらをチェックしてみてください。で、まず一番暗いところをより暗くしていきたいので、この写真でいうこの幹のところをより暗くしていきます。ではトーンカーブの一番左の暗いところを狙っていきます。そしてそのままクリックして右にドラッグしていきます。そうするとこんな感じでだんだん暗くなっていくのがわかると思います。そして逆に空のような明るめのところをより明るくするためには、一番右のところをクリックします。そして今度はそのまま左にスライドしていきます。そうすると明るいところをより明るくすることができます。で、真ん中のこの木の細かい部分のところはちょっとアップにして、コマンドをしながらプラスを押すとこのようにアップすることができるので、こんな感じで見て、そしてこの境目を見ながらトーンカーブの真ん中をクリックしてドラッグして上に持ち上げたり下に下げていったりします。ちょっとやりすぎてしまうと後でギザギザっとなってしまうので、いいところをこんな感じで選んで離します。で、ちょっと引いてみるとこんな感じになりました。ではビフォーアフターを見ていこうと思います。こちらがビフォーで、こちらがアフターです。結構コントラストがつきました。で、このまま OK をクリックします。
そうするとアルファチャンネル1がより暗くなったのがわかると思います。では3つ目の白と黒で塗るをやっていきます。ではここからさらに白と黒をはっきりさせるためにツールにあるブラシツールを使って塗っていきます。ではまず切り抜きたいところのこの木と地面のところを黒で塗っていきます。ではブラシツールをクリックして、そして黒いところを塗っていきたいので X を押して黒にします。そしてここで思い切り白いところをこのように塗ってしまうと、今までコントラストを頑張ってきたのが無駄になってしまいます。なので白いところははみ出さないように塗る必要があります。細かいこの木のところなんかはもう頑張って塗るというのは少し時間がかかってしまうので、そういう時はグラシのモードのところをオーバーレイに変えていきます。で、描画モードのオーバーレイについてはこちらの動画でアップしているのですが、ブラシで使う場合はちょっと暗めのところを黒で塗ると黒くなりますが、真っ白のところを塗ろうとしても塗ることはできないんです。なのでこのシーンとしてはまあ結構ぴったりな使い方をすることができます。ではちょっとブラシをちっちゃくしていって、でブラシをちょっとソフトインブラシに変えます。そしてこの境目のところをこんな感じで塗っていくと、黒いところはより暗く、そして白いところにははみ出ないように塗ることができます。でこんな感じで全体を塗っていきます。そして芝生のところも上のところだけ境界線になっているので、ここはオーバーレイでこんな感じで塗っていきます。でそれ以外の下の部分はもうがっつり塗ってしまいたいので、洗濯系のツールで囲んでそのままがっつり塗ってしまいたいと思います。では洗濯系のツールどれでもいいのですが、今回はじゃあ投げ縄ツールを選びます。そして投げ縄ツールでもう真っ黒に塗りつぶしたいところをこんな感じで囲んでいきます。そしてそのまま黒で塗りつぶしたいのでオプションを押しながらバックスペースを押します。そうすると一気にこのように塗ることができます。そしてコマンド D を押して点線を消すとこんな感じになります。ちょっと塗りそびれたものがあるのでこんな感じで塗っていきます。そして今度は白で塗っていきます。まあ、このままでも結構白く見えるのですが、まだ少し灰色っぽいところが残っているので、それをより白くしていきます。ではブラシツールを白に変えたいので X を押して白に変えます。そしてちょっとブラシを大きくして、で境目のところだけちょっと気をつけて塗っていきます。そしてブラシを通常に戻してこのまま端のところを塗っていきます。そうするとこのように白と黒で分けることができました。では4つ目の元のレイヤーにレイヤーマスクするをやっていきます。では白と黒にうまく分けることができたこのアルファチャンネル1をいよいよ元の写真のレイヤーのレイヤーマスクとして使っていきます。ではチャンネルのこのアルファチャンネル1の選択範囲を囲んでいきたいので、またコマンドを押しながらアルファチャンネル1のこの写真のところをクリックします。そうするとこのように選択できました。そしてレイヤーの方に戻りたいのでレイヤーのところをクリックして、そしてこの背景のレイヤーのところに戻ります。そしてそのままレイヤーマスクをクリックすると、先ほど選択した範囲のところをレイヤーマスクで切り抜くことができます。でこのままだと切り抜きたいところが反対なので、レイヤーマスクをクリックしてコマンド I を押してレイヤーマスクを反転させます。そうするとこのように綺麗に切り抜きができました。ちょっとズームしていってもこんな感じで葉っぱのところも綺麗に切り抜くことができています。でこのままベタ塗りの背景を入れてみたりすることもできます。で塗りつぶし調整レイヤーからベタ塗りに行って明るい感じの色にしていって、そして OK をクリックして、このベタ塗りのレイヤーをクリックしてドラッグして切り抜きのレイヤーの下に持ってきて離します。そうするとこんな感じで背景にベタ塗りのレイヤーを置くことができます。であとはもう他の空の写真も入れてももちろん OK です。こんな感じでアルファチャンネルを使って簡単に切り抜くことができます。ではビフォーアフターを見ていこうと思います。こちらがビフォーで、こちらがアフターです。綺麗に切り抜くことができました。はい、今回はフォトショップのアルファチャンネルを使った切り抜き方法についてシェアしてきました。アルファチャンネルと言われるとちょっと難しそうなのですが、実はもう RGB を使った切り抜き方法で、その中でもコントラストが強いものを選んで、それをレイヤーマスクに使うと綺麗に切り抜くことができます。まあそこまで使うものではないのですが、木とかだったり細かくてちょっと切り抜きづらい時などぜひこのやり方でやってみてください。フォトショップでアルファチャンネルを使った切り抜き方法を分かったよという人は、いいねとチャンネル登録をお願いします。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アルファチャンネルでの切り抜きの、アルファチャンネルでの切り抜き方、
アルファチャンネルでのキム、アルファチャンネルでの